はい、こんにちは。ホーステルと申します。プレイステーション2の絶対絶命都市2ですね。続きからやっていきましょう。名探偵コナン君とマスターの暗号が出てきて、水のなんとか神がどうのこうのとかいうやつだったよね。それを見て、このオクトビダムまでやってきた、我らが主人公女子大生、愛媛恵子ちゃんね。例によってこの動画なんだけれども、実在の個人団体組織とは一切関係ないんでね、そこんとこご理解いただきたい。では続きからやっていこう。今日もよろしくお願いします。鼻メガネはもう飽きたわ。ここまで長くお世話になったけど、なんか可愛らしい装備いっぱいあるな。まあだけど置いていこう。サンタの上半身が欲しかったな。下半身だけサンタクロースコスプレをした女か。ちょっと待って。ちょっと PC の方に通知が入ったもんね。少し止まっちゃったけど。1秒か2秒。うっせえやろこれ。いきなり大惨事か、これ。あの黒服の男がそれともやったのだろうか、これは。ダムの決壊。これ早く上がらないと危険では。歩みが心なしく早いわ。処理落ちもしてねえし。この調子でいけそうだ。水ここまで来るかな。わーっと、まずいのでは。反対側へ。急いで。水来ないね。さらに上へ行けばいいんだね。やばいって。どこまで来てる？水。都合よく俺の足場だけ残ってくれたら、あっ半身、はみ出してたんだけど今半身。あとちょっとで落ちるところだったわ。俺さらに上に行けばいいのかな。だろうけど、こっちの方を走るアイテムありそうだよね。このカメラワークに悪意を感じるんだけど。はい、でもあるわ。コンパスっぽいけどね、こういうところにあるのは。ダムコンパス、はい。いいですね。けど、意味深なキュウリのコンパスを引き続き装備していこうかな。上がれるかな、これ。時間あるか。ダム決壊してる割には水全然来ねえな。結構余裕ありそう。このままどんどん高いところまで行けばいいよね。あれー、おっ、ね、まだこの、おお、主人公属性全開なんだけど。ここまで来ればもう安心なのかな。ここは、うわ、すげえことなってる。あ、そうだった、これ。左右は反転なんだったわ。右スティック。視点操作ね。それが結構やりづらい。オプションで設定もできなかったんだわ、これね。まあまあまあ、ゲーム的に言ったら何年ぐらい前だろう。相当前なんでね。仕方ない部分ではあるんだけど。後ろがどんどん崩れ、おっと絶対絶命でした。やべだろ、やべだろ。これは蛇行運転で避けていかなくてはいけないのは、都合よくどんどん後ろだけが崩れていく。なんでこんなところに車止まってんのかな。それにしてもどういう風に止めればこんなことになるんだよ。おかしいよね、絶対。俺の行く手を遮ろうとしているようにしか思えないんだけど。ハリウッド女優のマスターのスタンドだったわ、今のは。青山さんは、あの黒い服の男は、奥富の水の守り神って。え？こいつこの前、土の貧乏神とか言ってなかったっけ？俺そんな記憶しかないんだけど。ダムのことだろうけど、ダムのどこに行けばいいのかっていう話だよね。連絡施設みたいなのがあるね。まあ、奥は覗いといて。
ジオ君、ここから顔出せるようになってんじゃねえか。もしかしたらサムネ候補のいい絵が撮れるかもしれないね。穴が開いてる。顔を入れてみる。いや、シュールすぎんだろ。サムネのサの字もなかったわ。せめて誰かがカメラで撮ってくれれば。青山、こんな時にいないのか。救急セット、こんなところに。ありがたいね。撮っていこう。どっちの方向行けばいいんだろう。建物の中に入ればいいのかな。それとも奥、奥まだ行けるのかな。けど建物の中が本命っぽいな。3階まであるし、探索パートになりそう。奥の覗いてみるか。こっちじゃないわね。もう行くのすら叶わなかったわ。なんでこっちじゃないってわかんだよ。入っていったとこ見てたのかお前。おっと失敬。君は女性に対しては乱暴な言葉は使わない男なんでね。嘘800なんだけど。二枚舌実況者ね。絶対天国に行けないんだけど俺。大丈夫かな。生まれ変わったらウジ虫かゴキブリになるんじゃねえの。怖いんだけど。不徳の塊なんだけど。この建物なんか入れないのかな。入ることすら叶わない？入り口調べることもできないよね。そういうことは、あそこにある離れのようなところに行かないといけないってことか。だけど怖いんだけど、まがまがしいんだけど、何この一本橋。やめていただきたいんだけど、これ絶対崩れるよね。俺知ってる。これで崩れなかったら、そもそもゲームとしておかしいわ。絶対崩れるから。なんでセーブポイントねえんだよ。温まりポイントは。中にあんのかな？あった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 、光が見える。光あれ、幸あれ。きたー。この木箱絶対動かせるだろう。まあ、インユーハザードかな。まあ、インユーハザード。ま、とりあえず温まっといて。あったけー。セーブもしとこう。何かあった時のために、親フラとかね。ま、ありがちなんで。最近親フラ多いんだよね。その度に音声カットしてるんだけど、たまに自分の声と被っちゃうからね、親フラが。それが一番困るわ。自分の部屋の扉に入るな危険の看板でも下げとかないといけねえかな。ま、なんて言ったってセクハラ全開の危険なスタイルの実況なんでね。台車がある。動かすことができそうで。え、ちょっと待って、どこ調べればいいのこれ。こっちか。あ、そっか、押しっぱなしないと動かせないんだったな。ちょ、どこに動かせばいいんだよこれ。これでいいのか。非常用脱出ハッチみたいなのがあるね。ハッチを開けますか。ハッチを開ける。まあ開けないと始まらないよね。開けていきましょう。え、なんかサイレンの音聞こえんな。降りてって大丈夫かな。あれ、この人拘束されてんじゃなかったっけ。手錠を自由に外したりつけたりできるんだったら外しておいた方がいいのにね、普段から。このサイレンがすごい気になるんだけど、危険水位超えてるのかな。これ下水じゃね、降りれんのかこれ。何のあてもなくこんなところまでよく降りてくるよね、愛媛稽古。マゾなのかな。これはデータディスク。おお、こんなところにアイテムが。測ったかのように。マゾな女子大生お姉さん。たまんね。お兄ちゃんは私に託したかった。なんでわかんの。おお、手紙がついてるからか。なるほどね。もしもこのディスクを見つけたら。おお、パパスの手紙か。この手紙を見た時に完全にパパスの手紙なんだけど、内容が。だからそう、お前にどうしても頼みたいことがある。
このディスクにはその悪魔の力から世界を救う方法が記してある。何これ、バイオハザード的要素も絡んでくるの。これ贅沢なゲームだな。おい、同僚のネギシという男に渡してほしい。頼んだよ。顔も知らない奴の名前を言われてもな、困るんだけど。精神、写真とか入ってないのかな。前に送ったオルゴール、その曲は気に入ってくれたかい。お前の幸せを祈っていた。サトシ。悪魔の研究って何だろう。いつまでこんな場所にこんなものを。同僚のネギシって。オルゴールの曲気に入ってるよ。悲しむ。気になるのはこれだよね。これを追求しないといけない。もしかしたらこの自然災害の原因がここにあるのかもしれないしね。で、裏にアイテムとか。カメラワークが悪すぎて。まだこれ登らないといけないのかな。いけ、もうこのカメラワークがちょっと。なんかスティックが不気味な振動してるんだけど、スティックじゃねえな、コントローラーか。大丈夫かな、これ。無事上まで上がれんのか。俺だったら多分もうスタミナ切れてるわ。ダムの木図に消えるわ。消息不明だわ。あ、無事に登り切れる。下から覗きたいんだけど、ダメかな。下からついてきてわ、愛媛警護の。肩から羽織ってるだけのこのジャンパーよく落ちないよね。あ、無事に脱出できるのか。嫌な予感が。おーい、お、青山どこにいた。建物の中かな。どうですか、何か見つかりましたか。どこにいたんですか。ディスクが見つかりました。と素直に答える。何も見つかりませんでした。とからかう。ともったいつける。あー、どうしよっかな。まあ、大山のことを気にかけていくスタイルか。どこにいたんですか。まあ、どこにいたっていうこの質問は俺も聞きたいわ。いや、心配かけてすみません。そんなことより。そんなことより、僕の質問に答えてもらえませんか。何か見つかったんでしょ。え、なんか口調変わったんだけど、いきなり。え、なにこの人、サイコパス。やば。手に持っているものを。シリアルキラーだ。絶対渡せない。素直に差し出す。青山さん、どうして。やば、これ。どうして。善人の皮をかぶっていただけか。もう君にはうんざりしてるんだよ。ほら、渡してくれないと。このナイフが君にひどいことするけど、いいのかな。このセリフ回しが完全にサイコパスなんだけど。これセリフ考えたやつ誰だよ。よせ、青山。今度は誰だ。お前はネギシ。ネギシ、こいつがネギシか、謎の男。ネギシ、お兄ちゃんの手紙にあったこの人が。製薬会社の研究員風情が同僚の敵討ちのつもりか。貴様、兄だけでなく妹まで殺す気か。青山が犯人だったの、マジ。青山さんがお兄ちゃんを。やば、超サイコパスなんだけど。青山、僕たちを裏切ったお前の兄貴が悪いんだよ。この前の実況の時さ、お前は俺かとかって言ってたけど、まさに俺なんだけど。どうしようこれ。自首していいですか。噛みついてやる。肘打ちを食らわす。足を思い切り踏んつける。抱いてやる。根岸に意味ありげなね目配せをする。青山さん、ずっと好きだったの。と告白する。
青山のナイフを自ら舐める。はははは、下の2つよ、下の2つ。まあ、主に上の3つは、まあ、むしろ俺がやられたいぐらいなんで、告白していくスタイルか。青山さん、ずっと好きだったの。ドロドロの展開なんだけど、俺。そうかい。僕はずーっと君のことが大嫌いだったよ。やっぱりこれ俺じゃねえわ。俺だったらこんなセリフ言えねえもん。え、普通さ、女の子に対してさ、嫌いでも嫌いって言える？言えないよね。そりゃ言えねえわ。イライラさせる女だ。やっぱこいつ俺じゃねえわ。この女、殺してやる。ものすごいヘイト溜まったぞ、今ので、こいつに。ちょっと待って。ああ、動いた動いた。あ、生きてる生きてる生きてる。やばい、耐えて。どうなってんのこれ。ちょっとカメラワーク。カメラワーク。仕事しろ。うわ、ちょっと待って、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 なだれが、なだれが。待てって。え、どうすればいいのこれ。どこに捕まればいいの。やばいって。とりあえずここで伏せて。大丈夫かな。無理だったようだね。まさしく消息不明だわ。困ったちゃんだな、これ。どうしよう。まあ、やり直すんだけど。どこに捕まればいいんだよ。ここからやり直しでしょ。つうことは、青山との茶番をもう一回見ないといけないってことでしょう。選択肢とかも。え、これちょっと辛いな。辛いんだけど。あれ？ちょっと待って、これどこからだ？データディスクを取るところからやり直しじゃねえの、これ。上がってきたところで一回セーブするか。そしたら、まあ、展開的には、2番前時なのでカットするわ。さ、じゃあここまで戻って。来てイベントのスキップとかできなかったからね。はい、というわけでね、この選択肢一番下も気になるんでね、青山のナイフを舐めていくスタイルで、兄貴と血を吸ったナイフの味はどうかな。ペロッとね。何をしてる愛媛さん。何こいつ、変な真似をするな。この女殺してやる。結局一緒なんだけど展開が。ここからよ。ここからよ。なんで刺されてないのかな、これ。やっぱり思いとどまったのかな。捕まるのはいいんだけど、木が落ちてきて。問題はどこに捕まればいいかだよね。青山と同じところに行ってもダメだろうし、ここもダメだね。ちょっと待て、もう嫌、もう嫌、もう嫌、青山と同じところに捕まるか。マジで。そう来るか。大丈夫かな、これで。これ結果的に青山を殺したことになるのでは。ああ、捕まってる。手踏んでるんだけど、この人。やば。俺を見下ろされないんだけど、どうしよう。よくもお兄ちゃん、許さない。あなたを信じてたのよ。あなたは最初から怪しいと思ってたのよ。よくも私を殺そうとしてはね。ずっとあなたには、イライラしてたのよ。私の愛を受け入れられない。
どういうこと？言えてねえ。私の愛を受け入れないなんて、どういうこと？決まってんな、こいつ頭が。だって、僕にだって好みというものが。火に油を注いでいくスタイルか、青山。なんですって？ごめんなさい、受け入れます。あなたを愛しています。もう、新展開か、これ。新たなラブストーリーだな、これ。ドラマになるわ。お兄ちゃんは？そこで突き落とすスタイルか。お兄ちゃんの敵を撃つ。だけど手を差し伸べて助けてあげる。このまま放置して助かる。これが一番効くよな、放置プレイ。おい、どこに行くんだ。さようなら。助けてくれ。悪かった、僕が悪かったから。お願いだ。もうダメだ。ま、男に手を差し伸べる趣味はないんで。ご苦労さん。助ける展開もあったのかな。だけどこれは、パトカーが来た。いよいよ事件も終焉か。なんで走れんのこのパトカー。え、タコじゃねえ、ひょっとしてこれ乗ってんの。それはそれでまずいのでは。不死身の警部補。あ、エンディングになっちゃった。青山さん家。愛媛稽古。終わりか、愛媛稽古編は。までだったら俺言われてんだけど、めっちゃこんなこと言われたらもううぇってなるよね。うぇって、ダメだろ。主人公のさ、後日談が完全にもうなんかね、罪の告白文になってるんだけど。確か第1章のブラック企業も自分のやってきた犯罪行為を赤裸々に語ってたよね。やべえだろこのゲーム、主人公バカじゃねえの。愛媛警告生還エンドパターン2の A、 2の A、 2がまず第2章の主人公ってことかな。で、A がエンディングの種類ってこと？ちょっとよくわからないね、この辺は。ま、とりあえず、生きた証残しといて、今日は終了にしましょう。はい。では、ご視聴くださいまして、誠にありがとうございました。では、さよなら。